この地球には人知を超えた高度な文明や人間の不思議な習慣が数多く存在する。そしてそんな地球の謎を解明するため、辺境の惑星 LOL プラネットからやってきたエージェントたちがいた。彼らは普段ダンスボーカルグループとして活動する傍ら、夜な夜な地球の高度な文明を調査しているのだった。5人のエージェントと1人のアシスタント AI で構成されたチームを人はこう呼ぶ。 LOL プラネッツ。これは銀河系のどこかにある辺境の惑星からガラパゴス惑星地球を調査しに来たエージェント LOL プラネッツの調査の記録である。ということで始まりました。慣れてきましたかね、この感じにも。今日もやってまいりましょう。いや、もう途中のナオティーがやばすぎた。皆さんそれぞれ決め顔をしていただきまして、はい、LOL プラネッツ始まりました。改めまして、この LOL プラネッツは各週で地球のさまざまな文明を調査していくという番組です。前回は次世代ジムということでですね、ナオトエージェントが調査をしに行ってきてくれましたね、はい、で見事保管でした。おめでとうございました。ありがとうございます。ねえ、トランポリンですか。そうです。すごかったですね。皆さんいかがでしたか、前回のナオトエージェントの調査。まあね、趣味ですからもう半分趣味じゃないよ、ある意味半分趣味なものをやってるだけなんで。得意分野に行ったから、はい、そりゃ保管だろうと。はい、だから次回はちょっと苦手なものとかね。なるほど、いいね。虫とか触ってほしいね。無理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 絶対嫌だ俺。そんな海外の本場料理をそのまま味わう。どういうことよ。虫とかいっぱい入ってるのね。はいはい、あ、下手物系。下手物系。今後本当にね、いろんな地球の文明を皆さんに調査していただきますので、何が当たるか分かりませんから。はい、はい、さて今日もですね、100保管、皆さんこれね覚えておいてくださいね、はい、100保管目指して、そちらの保管ボタンをね押していただけたらと思います。はい、今日も早速調査報告が一つ入っております。今回調査しに行ってくれたエージェントはこちらの方です。私だ。あれあれ、ドキャブラリーないな。はい、私が今回調査してきた地球の文明は昔懐かし駄菓子屋さん。おー、駄菓子屋さんといえば地球の住む子供たちが、あの誰でも行ったことあるような、あの安いお菓子がね、あのたくさん売られている。高いですよ。あれ子供からすると。そうなのよ。昔はもう家にある10円をかき集めて60円ゲットしたって、もう駄菓子屋行ってましたから。そうそう、でもその、 あの夢の国的なね、うん、感じでしたけども、あの皆さんは子供の頃行かれましたか。今忙しいしてんか。60円かき集めて行ったっていう話をしてんよ。台本に忠実かお前。でもさ、モカってさ行ったことないんじゃない。いや、あんねんそれが。地元の近くにその駄菓子屋さんが存在して、昔あのクモンあったやん、塾のクモン。今もあるか。あ、今もあるか。クモンに行ってた時に一回だけ駄菓子屋に行ってサボった記憶がある。不良じゃん。でもサボることあんだ、ね、しかも駄菓子屋しかも1回だけバレるっていうってことを言ったことある、うん、バレたけど。俺も、うん、あの駄菓子食べて成長したんですけど、うん、だがしかしということで、はい、早速 VTR を見てもらいたいなと思います。VTR どうぞ。ダランダンダランダランダンダラン。これもマネやな。やってまいりました。ぬるいな。やってまいりました。見てのご覧の通り、あ、大丈夫大丈夫、商店街にやってきているんですけども、あの本日はあの本物の老舗の駄菓子屋さんにお邪魔しようかなということで。駄菓子屋ありそうやな。ところで、カミカミやん。初ロケなんで甘めに見てください。あの今日はですね、横浜県の横浜県神奈川県のおばかキャラに行くの。やばいやん。なんかね、街に馴染んじゃった。ちょっとタイムスリップした感じ。多分あちらですね。どれどれどれ、はいはいはい、黄色のやつ。こんにちは。あ、 YouTuber じゃないです。さんちゃん、LOL プラネッツ。いや、知っとけ。
まだまだだな、地球人も。子供たちが知ってるんだよって。駄菓子屋さんにやってきました。リオン、すごい、ね、なんか思ったより本物だ。なんかお菓子よりでも表はおもちゃが多いね。子供はおもちゃが多い感じで、ゆうてこれぶら下げてやってたよ、小学生の頃。うわあ、いいね。うわ、あったやつ、あったやつ、あれか。これ今でも買いますね、響き。あ、え、大好き、黄金飴。いいよね、駄菓子センス。1個10円なんだ、3個20円、そしたら3個買った方がいいな。懐かしいじゃん。これあれだよね、木の棒で食べるやつじゃない。大好き。ヨーグルトみたいな、でもなんかふわふわするんだよね。そう、小学校の遠足って300円以内じゃん。だからスーパーの駄菓子コーナーでこういうの買うんだって。あった、ね、でこういうドーナツチョコとか60円だって。すごい。うわっ、これでタバコ吸ってるふりするんだよね。大好き、氷砂糖。大好き、ね、それはちょっと。ここら辺は今もでもあれで見るね、なんだっけ、あのスーパーで。でもチョコボールいろんな味ある。うわ、ボンタンのもあった。ワクワクする。うわ、うわ、大好き。ほのか好きそう。当たって。ほのかはね、茶色かったら好きだから。いやいやいや。うわ、え、当たり、当たり、はい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 、当たりたい、これきなこ棒が中に入ってるやつ。じゃあ今日お邪魔してるんですけど、はい、あのこのお店って何年ぐらい経つんですか。ね、一番最初第一奈良島町の方にいたんだけど、それの時にね、47年に、昭和47年にね、やったの。昭和47年、うん、昭和だよ。いつかわかんないもん。これも種類がどれぐらいあるかはわかんないんだけど。無理無理ねえ。それは無理だ。え、当時からずっと同じもの仕入れてみたいな。そう、でも昔にね、ほらもうね、やめたのが結構あるんですよ。 それで未だに言われるの、慣れない、これ何って。あ、そっか、もうそう、みんな辞めちゃってるから、うん、こんだけ続けてられるっていうのが本当にすごいし、あの見てわかるのが、あのお客さんが絶えないの。ちっちゃい子から大人まで、中学生とかも来てたし、すごい素敵な空間と思って。すごいさ、気になるのがゲームの音聞こえるんだよね、めっちゃ。本当や、見てよこれ、すごくない。え、こっちも入っていいんですか。大丈夫です、どうぞ。お邪魔します。どうぞ。広いな。お邪魔します。はい、それいいじゃん。すごい、じゃんけんのやつやん、これ。そうそう、だな。いいでしょ、いいでしょ。もうこれもね、第一にいた時だから、これももう40年ぐらいになるね。40年か40何年か。え、これ途中で壊れたりとか全くしなくて、ずっとあるってこと。修理してくれ。すごい素敵。やってみます？やりたい。うん、あのね、すぐ手離してダメよ。え、これ押し続けるの？そう、長押しして真ん中ぐらいまで。ずっと押してて。うん、それで真ん中ぐらいって、その下に行ったらって。そういうことか。そう、だから音がジー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 やってるでしょ。もういおいおいおい。あるある。ダメだね。むずい。やってみる。はい、どうぞ。100円？うん、10円とか。いいね、それ。取れるかな。取れるかな。惜しい。悔しいな。悔しいんだけど。でもゲームセンターとかであるやつの本当本家って感じする。そう、これも一番最初の元だと思う。すごいよ。ちなみに響さん。はい。今回この駄菓子屋さんで、うん、まあいろいろお菓子をね、うん、買って食べたい。はい。その気ですよ。はい。そんな。思ってると思うんですけど。はい。今回チャレンジしてもらいたい。チャレンジ。はい。切り紐にある。はい。ゲーム機あります。はい。これ実は10円玉を入れて棒をね、いけば、店の中で使える。まあちょっとした、すごい。あ、もらえるんだ。チケットみたいな。うんうん、もらえる。じゃあ響さん、はい、今日ここで使うお金、こちらでちょっと稼いでもらいたい。マジ自給自足なんだ。マジで TVK お金ないじゃん。やめとけよお前。
かしいな。なんかゆうすけ言ってた時、ゆうすけめっちゃ食っとった気がするけどな。俺あいつめっちゃ食ってたよね。ゆうきさんだけちょっと一発目、二発目で予算使いすぎたんでしょ、絶対。やめてよ、ヤンキーだよ。ね、焦ったの方ね。リアル、リアル。リアルだからやめて、聞きたくない。ありがとうございます。こっち練習でね、うん。こっち弾くの、うん、弾いて、話す、うん、話す。ちょっと強いする。めっちゃ冷静。あー、なるほどね。結構弱くて、あちゃんと元通りです。そうだよ。運じゃない。運とかじゃない。加減なんや。やば、短くない？15分間差し上げます。ちょっとマジで本気出すから、ね、あのマイクいらないかもしれない。行きまーす。じゃあゲーム得意やからな。うまくない？本当上手よ。でも初めにしてよ、みんな一発でね。はい、そうそうそう、始めに入っちゃう。難しいな、めっちゃ難しいよ。結構難しい。でもここまで行くとすごい、そう、難しいんだって。これ全力でやればいいんでしょ。あれどこやった、あんまり全力すぎても真ん中のところ狙ってくれなきゃ。絶対なにこれ、アウト。ここはアウト、そこはアウト。はい、もう30円使った。地球めちょいちょいまるこちゃんが応援してくれんだよね。終わり終わり、でもか10円入れて、おい、もういろんなとこにアウトがある。ちょっと惜しい。まずこのぐるぐるまで行くところが、うん、だってスタッフさんも一回もできなかったんでしょ。検証になってないよ、それ。そう、上まで行かなかったもんね。え、あ、ちょっと上まで行かなかったって。じゃ結構響きすごいよ。検証になってないから。おぉ、ポッポッポッ、入った、入った、ほら、やばい、やばい。これがここを引っ込めれるか引っ込めれないかの違いです。おー、すごいじゃん、ひびきちゃん。すごい、すごい。まだ30円かでも。そっか、15円ぐらい欲しいよね。じゃないと買えないと。え、なに、お土産代も頑張れ、ひびき。これマジかかってるって。30円分じゃ足りんの。何しとんねん、急に。本当に無心でやっちゃう。え、出てきた。え、ワンちゃんでしょ。うん、富士山。あ、富士山入った。すごい、すごい。めっちゃ惜しい、今の当たったな、ちょっとふわって。え、ありがとう。 LOL 知ってます。あ、マジ？ LOL 知ってる人がいましたので、カメラで撮ってください。 LOL？ 無理やり。嬉しい、嬉しい。イカそうめんいただきました。なんかあれが、初見乱用です。ありがとう、本当に頑張れる。この間も時間過ぎていくんや。そうそうそう、確かに。そこは厳しいんだね。うん、おい、あ、あ、あ、入った。すごい、これが実力ってもんよ。ラスト、これで自分がキムタクかキムタクじゃないか決まるな。あの時お前テレビでキムタク。アウト。1枚30円なんで90円分稼ぎました。15分90分ってことは時給にすると360円か。時給360円の女です。1人10円か20円ってことでしょ。あ、あ、これいくら、それ30円。あ、20?30?30? ナウティとかこれにしようかな。ナウティそれぐらい。ナウティ一応これでいい。風船かも。かわいい。これでいいじゃん。ちょっと懐かしい、これ。あ、ほのかわさびのり好きだった気がする。誰、ほのかちゃん好き好き好き。でも2枚で25円でしょ。全部好きよ。
みんなこれでいいんちゃう味違いで。すごい。できた。めっちゃ安く済ませようとして。あ、なんか食べてるぞ。食べてるやん。うまっ。なんかビービーだな。何それ。珍しいのかな。じゃあなんかすっごい人気なんだって。そう。大人の人が買いに来るらしい。ね、みたいな。そうそう。絶対シュールでしょ今。ということで、このお店も我々の惑星に持ち帰りたいと思います。すごい、すごいってすごい。ゆうすけさんも思い出したんじゃないですか、60円かき集めてた頃。もうあの友達から当たりが出た時にかっぱらってたの懐かしい。今の話返して。ねえ、もかさんどうでした？いや、なんかやっぱ都内とかだとこういう駄菓子屋さんってもうないじゃないですか、ね、だから本当昔を思い出させてくれたなっていうのは思いました ね、 ね、うん、そしてゲーマー響さんのね、どうですか腕は。直人さんどうでした？いやあれはねめちゃめちゃすごかったし、クレーンの技術ね、うんうん、クレーン。今日はお土産をね、皆さんに持ってきたんですよ。素晴らしい。ちょっと VTR の中でもあったんで、ほのかがわさびのり、うん、好きよ、ね、ぽいぽいぽい。で、ゆうすけは焼肉さんと、はい、好きよ、ぽい、うん、で、もかがのし梅さん。あ、好き好き、もか、ね、好きよね、うん。ナーティーは須田子さん。おい、何やねんそれ。いや、須田子はもう最高よ。いや、別にな。ナーティーは須田子さんで。おいっていうのもおかしい話だけどさ。ちょっと冷静になってる。そう。私からいきますか。お願いします。のし梅さんをいただきたいと思います。のし梅さん。のし梅さん。初めて見た。ちょっとマイナーじゃないこれ。そう。たこ焼きさんとかに比べたら。いただきます。食べたことあるの？うん、ないよ。あ、めっちゃ匂いする人。酸っぱい。酸っぱい系？酸っぱい系。めっちゃ酸っぱくはない。ああ、梅干しの味はするけど、ああ、酸っぱくはない。甘い感じのタレ。ああ、美味しい。あ、あ。あ、美味しそう。うん、美味しい。うん。パリパリ。パリパリや。だってほのかちゃん普通にコンビニでもさ、うん、買ってたりするもんね。これ箱買いするの一時期。お前、子供の楽しみを箱買いすんなよ。大人だから。大人買いだ。大人買いだ。おい、あっかへ。うまそう。あ、男らしい。うん、いいね。あ、これパリパリ今。うん、パリパリ。おー、これですよ。じゃあ一番のメインディッシュだよ。メインディッシュ。これメインディッシュなの？え、俺も大好きやった。僕は一番好きだし。一番好き。あ、そうなん、うん、このなんかさっきゆうすけから教えてもらった食べ方で絶対いるから、そうやって食べてた人。まず上から、上をここ、ピーってやんねんな。これ、僕の開け方だったらこれ失敗なんですよ、うん、これちょっとだけ開くの。ここをこうやって細く開けて、最後までまず開けるんですよ、ここ、このラインを、ね、あ、あ、あ、そう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 、おー、うまい、うまい、うまいやん。で、なんか普通に食べます。普通に食べていいの、これまず第一の楽しみ、うん、うん、うまい。うまで、全部食べました。うん、そしたらその袋をね、こうやってちょっと丸めるんですよ、こういう風に。へぇー、初知りやわ。で、そう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 、うん、丸めて、で、最後にこの空いた部分のとこから液体をで、あ、全部吸収するんですよ。贅沢なとこ置いた。やめて、もうみんなして噛むの。口が酸っぱいからさ。贅沢なとこ、いただきます。やばいでしょ。美味しい。おいい。食べて終わりに。さすがじゃん。ということで、以上が響エージェントの調査でした。よかったよ。はい、よかった。よかったですね。さあ、果たして保管指数が一体いくつ溜まったのか発表したいと思います。結果は112保管です。すごい。ということで、この昔懐かし駄菓子屋さん保管決定です。おめでとうございます。結構多いね、やっぱり。やりましたね。
はい、改めて直人さんいかがでしたか。いやそうですね、なんか懐かしい気持ちにもなりましたし、はい、なんかそういうゲームもあってお菓子もたくさんあって、はい、おもちゃもあってっていうところがあるんやなっていうのを知れて、なんか良かったなと思いますね。ゆうすけさんもどうでしたか。いや昔のあの大川商店と泉屋を思い出しましたね。いやいやすごいすごい地元のローカルトーク。古川商店は古川知らんな。あ、うん、俺よう言っててんよ古川。いや今度行ってみるわ。見事保管となった昔懐かし駄菓子屋さん、次回はどのような文明を調査するのか、放送は6月23日、お楽しみに。